はい、今回はエリミネーター 250V ですね。2006年式の紹介になっております。で、こちらですね。はい、まず全体からずらーっと見ていただきます。はい、今動画で映った通りですね、こっちかですね、ちょっとタンクの方が傷が入ってへこんでしまっているような状態ですので、これはこの動画を撮った後ですね、板金塗装に出してタンクは綺麗な状態に戻します。はい、ご安心ください。でですね、全体的には真っ黒で、車外品は特についてないかな。ミラーとあとメットホルダーぐらいですねがついております。はい、でエリミネーターもですね、毎回宇宙に入ったらもうかなりの頻度で、まあ、もう入ってすぐ売れるようなバイクになってますので、そうですね、まあ、今先ほど板金塗装に出すって言ったんですけど、その間にもうタンクなしの状態で購入いただいて、納車整備終わったらもうタンク、綺麗なタンクついてご納車させてもらうということも可能ですので、もう全然この動画を見てすぐですね、掲載後すぐ、ご連絡いただいて購入も可能ですので、ぜひお早めに、ご連絡の方お待ちしております。で、当店はですね、保証の方1年1万キロついておりますので、はい、2006年式キャブレター車の多少古いバイクでもですね、ご安心してお乗りいただけると思います。じゃあエンジンの方かけていきますね。エンジンの方もですね、特に異音等もないので安心して乗っていただけるバイクかなと思います。大人気のエリミネーター 250V、 ぜひいかがでしょうか。